皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、利益率とリピート率を意識した経営をしようというお話をしたいと思います。往々にしてですね、売上高の方にフォーカスされるケースが多いし、まずはもちろん売上高がゼロだとお話にならないので、もちろんそこを追っていく必要はあるんですけれども、そこばかり追いかけて収益が残らないっていうモデルを組んでしまうっていうのは、やはり非常に効率が悪い経営になってしまいますよね。特にその教室モデルは、そうですね、物販に比べればまだ利益は残りやすいモデルではあるんです。本来は例えば原価率、いろんな経費を考えて3割ぐらいに抑えられれば7割は儲けになったりするわけですよね。で、物販の方っていうのは、例えば3割が原価だったとして、その他にもいろんな雑務がかかりますね。倉庫代とか広告費とかなんじゃかかんじゃか乗っかってくると、おそらく粗利の部分で3割ぐらいかなっていうのが基本モデルになるので、教室モデルっていうのは本来お金は残しやすいモデルです。もっともちろん残しやすいモデルありますよ。だけどその物販とかに比べるとまだ本来は残しやすいモデルだったりするんですね。本来はただもちろん物販も量が勝負になってくるので、人間が動いて儲けられる限界値と、その仕入れの個数だけ増やせばどん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 売り上げが上がるモデルっていうのは、モデルがもともと違うので、ビジネスを組む組み方が当然変わってきちゃうんですけれども、少なくとも教室っていうことを考えた場合には、原価ベースのレベルのところは、3割多くても5割ぐらいに抑えたいっていうのはありますよね。そうすると、例えばこれが7割8割になってくると、もうほぼほぼ本来であれば回っていかない状態が本来なんですけど、いかんせん自宅でやってしまってる場合には、ちょっと残念な話ですけれどもね、家計の財布からお金が出てっちゃう時とかもあるのもよく聞く話です。だから、利益を残そうっていうふうに考えた時には、当然それに見合う価格帯である必要はあるし、それに見合うサービスを提供するっていうことになったりするので、そのサービスを喜んで欲しいと思う人をきちんと探して値段をつけるっていう作業がどのみち必要になってくるので、ここでやはり利益確保っていう作り方、コンセプトの方に至っちゃうんですけどね、それが必要になります。そして、リピート率ですね。ここもやっぱり必要で、半強制的って言い方変なんですけどね、単発でレッスンばっかり組んでる先生はやっぱりコースレッスンを組んだ方がいいというお話を私はしたりします。それで例えば私の場合6ヶ月だったんですけど、1回来るって決めてる人が6回来てくれるっていうのが確定するのでは、集客の広告はそんなに私打たなかったんですけど、手間、見えに見えない手間、例えば告知をする手間とかですね、そのレッスンこういうの作ったよっていうのをまた知らせなきゃいけないっていうために、各ブログの記事を書くっていう手間とか、そういう見えないものとかも含めていくと6分の1に単純になるはずですよね。そしてそれを知った人がまた次のクラスに行くっていう時には、通ってる間に次のクラスのご案内を口頭でもして、本人が気に入ればそのまま、はい行きますっていうことになると、もうそれだけで確定になるので、リピート率を上げていくっていうのは基本的に必須の課題になっていきます。で、リピート率を上げやすいのはやっぱり単発レッスンよりもコースで組んでる方に次のっていうご案内する方が、長く通ってるチャンスがありますからね。どこかでご案内していける。あとはアップセルといって、それを通ってくれてる方に似た属性のイベントレッスンとかプラスアルファでご案内すると、通ってる間にまた通うっていう、通い癖がついてると言えばいいんでしょうか。通うことに躊躇しない状態で通ってる時に、もう一つ二つとか通ってもらえないかっていうのを考えるっていうのは必要になるので、リピート率を上げていくっていうこの視点もやはりどのみち必要になります。なので、
利益率を考えたコースレッスンないしは、まあ、普通のレッスン作りと、あとはリピート率、これ両方兼ね備えたものを意識しながらレッスンを組んでいくかいかないかっていうのは、残る利益が全然違ってくるのと手間が全然変わりますので、広告とか打たなくても集客できるあのモデルを作ったりすることもできます。なのでこの2つを意識するっていうことをあの心がけていただければいいかなっていうふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは。